どうもだからどうもにマンダム、はい、白ひげ、はい、どうも文人です。今日はフィリピンにあるダムに来ました。やっぱりダムだね。はい、というわけで、これダムマガットダム1982、多分1982年に何かしらこれができたんじゃないかなと思います。はい、これすごいっすよ。このダムがね、まずここがめっちゃダムの水を溜めてるとこっすね。で、ここちょっとわからんか見えるかな、あれ、あ、この辺か、あれわかんねえ、あ、これ道だ、もうちょいこっちだ、はい、あれ草だ、ちょっと待って、この辺だ、はい。ダム本体がね、ちょっと見えると思うんだよね。あ、もうちょいこっちが、はい、あ、これダムの本体です。イエーイ。あそこまで行くのはめんどくさいから、行くか行かないかはね、その後の気分次第だけど、このダムによってね、こう水が溜まっててね、しかもテラピアっていう魚がね、なんかすげえいっぱい育てられてるらしいです。はい。じゃあ、あとはね、この後はこのダムをね、いろいろ、見たりね、触ったりするんで、この動画はこれぐらいにしたいと思います。それではダム、安西先生、僕バスケットボールやりたいです。ダムタップン。それでは。